市長、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、いよいよ新年度がスタートしました、はい、市長、改めまして令和5年度もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今年度はコロナ禍で延期をしていた市政施行の40周年の記念行事、また4年ぶりの花火大会も予定しておりますので、市民の皆さんも楽しみにお待ちいただければと思っています。それは楽しみです。さて、今回の市長散歩テーマは釣りのできる護岸整備ということで、こちら千鳥地区の護岸に来ているのですが、この場所の護岸を整備していくということなんでしょうか。そうなんですよ。ご覧のように浦安は三方を海に囲まれておりますので、この浦安においてこの水辺をどういうふうに使っていこうか、活用していこうかっていうのが町づくりの大きなテーマなんですね。なるほど。水辺の活用といえば、総合公園前の護岸の開放も随分広がりましたし、はい、護岸に降りるためのスロープも2箇所に増えました。
しみにニャ。